はい、皆さんこんにちは、キョウペイちゃんです。今日はですね、休みで、ちょうど、ノブパワさんもお休みということで、今まあお願いして、フレンド対戦どうですかということで、2戦やることになりました。今回ですね、使うパーティーは、まあ本当始めたばっかりの頃に、使ってたリモコン隠し使ったパーティーですね。多分対戦した時のぶパパさんもおっと、久しぶりかなと思っていただけるかなと思いますので、まあ1戦目はこれで、行ってみたいと思います。まあリモコン隠しに関しては、まあ盗んでくれればラッキーくらいな感覚で、入れてあります。まあのぶパパさんがめちゃ強なんで、まあちょっとハンデぐらいですかね。これ盗んでくればちょっと嬉しいんですけどね。はい、弁慶ですね。これ多分しわくちゃんなしですね。まあまあまあ、リモコン隠しはどうせすぐ多分ダメになるんですよ、きっと。まずちょっと容器いただいておきますかね。おー、ノーモーション来ましたね。はい。リモコンちゃんが、早くも、いなくなりました。大丈夫です。想定内です。まだね、こちらの、アタッカーは見せてないので。まあ、ノブパパさんが、昔使ってたパーティーって似てるんですかね。まあこれで、まあ、花坂ですかね、落とせればいいんですけど、我慢コンあたりつけて、そんな、お、これはいいですよ。この犬神は、あれなんですよ。ウルさんからの、まあ、妖怪なんですけど。まあ、今までずっと使ったことなかったんですけど、やっぱり優秀ですよね。はい。今回はちょっとクローニが、よくガードしてくれてるんで、だいぶ助かってます。はい。容器いただいておきます。まあ、あとは、綺麗に必殺次決めれるかどうかってとこですよね。カウンター狙っていきます。お、フェイクでしたね、まんまとハマっちゃって、クローに失ってしまいました。これはちょっとどうなるか分かんないですね。ラッキー、この今のミスはちょっと、だいぶラッキーですね。はい。この弁慶と、やばいっす。危なかったでーす。これもらってたらもう、アウトでしたね。
この大釜は結構ダメ入りますね。やっぱそうですよね。これはなか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 厳しいような感じです。いやー、今の攻撃して欲しかったです。危ない。めちゃくちゃ危なかったです。もう一度やります。次は、そうですね、妖術覚醒パーで行ってみたいと思います。今度はちゃんと消さないで、保存しておいたんで大丈夫です。いや、 やっぱ強いですね。苦労に絶対落ちないと思ってたんですけど、普通に落とされました。いや、これはちょっと勘弁してほしいですね。覚醒徒歩法ですかね、ノーパパさんも。これ危険ですね。取り付け入ったら来るんですかね。はい、だいぶもらいます。来ましたね。もう苦しいですよ。まあ寒がりに力ダイアップに取り付け入ったところで、どうにもならんですけどね。やばいですね。またもう一発ぐらい来そうですね。これで下手したらもう壁いなくなりそうな勢いですね。いますね。これ寒がり、落ちちゃいました。もうボロ負けですね。まあ最後の悪あがきで必殺一発打っていきます。いやいやいや、これはやられましたね。お、いけるか。あー、これは多分とほほダメでしょう。はいはい、残念でした。まあ、あれですね、同じようなパーティーの場合は、やっぱり、やっぱ最初に取り付き、入る入らないは結構大きいですね。まあ、そもそも、のぶわさんはめっちゃ強いなんで、まあ、最初に、うちの、主役者が取り付いてたところでどうなってたかはちょっと、わかんないんですけど、強かったです。対戦ありがとうございました。またご視聴していただいている皆さん、ご視聴いつもありがとうございます。今回はこれで終わります。ありがとうございました。